小島さん事件ですよ。今更紹介シリーズですか。これ本国だとめっちゃいっぱいあるの知ってます小島さん。なんで車の半導体ってずっと不足してるのかって言ったら、ここはちょっと攻めてくれかっていうのがまだ言うまだ言う。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG GLA45 フォーマチックプラス2021年式4000キロこちらの車両になります。小島さん事件ですよ。何の事件ですか。さっき下見でも言いましたけれども、はい、A クラス B クラス消滅かっていう、はい、ああね、ちょっと信じられないですね。まあ、それは正式なそのアナウンスなのか、うん、まあ、僕が見たのはなんかそのドイツの機関紙 の, そのニュースなんですけど、うん、まあ、今後そのメルセデスの販売の体系としてそういう安価な車、うん、あと小型車をもうちょっとこう縮小してって、はい、まあ、他の車に注力するっていう。ただ、うん、今回ご紹介させていただくこの GL シリーズと CL シリーズ、はい、CLA は残るらしいです、はい、じゃあ今の GLA この形が A クラスの位置づけになるということなんですね。さようでございます。主役になってくる今後、はいはい、車らしいです、でちなみにその AB 消滅かって言われてるのは、はい、25年以降作らないんじゃないかっていうことなんで、はいはい、もう間もなくあと 2,3 年でこれが主役になってくるかもしれないという、うん、そうなっちゃうんですかね。なる可能性があります、はい、ちょっとその記事の信憑性は分からないかなと思いますけど信憑性ないものぶち込んじゃって大丈夫なのかな。いや、まあ、検索すればいろいろ出てくる、出てくる、はい、あの、はい、おのおので、はい、噛み砕いていただければ、はいはいはい、そして3号は大宮店で撮らせていただいてるんで、はい、ちょっと、ね、いいところかなと、はい、その辺、はい、まあ、比較はもうちょっと覚えてないんで、はい、なかなか難しいと思うんですけど、はい、あの4号をご紹介させていただきたいと思います、はい、でまず外観に関しては、はい、まあ、もういろいろ共通な感じですよね。パナメリカーナグリルもそうですし、はい、まあ、この LED のヘッドライトもそうですし、うん、あとはこの左右つながったバンパーもそうですし、うん、あと何気にこの辺とかって素地とかじゃないんですね、はい、ちゃんとなんかガンメタというか、うん、シルバーで塗られてたりとか高級感のある、はい、意外にもうなんか人気がある車種なんで見慣れちゃってってる感じですかね。確かに今更紹介シリーズですか。若干否めないですそうですか、はい、そしてこの辺の高級感は、はい、車が結構な値段ですもんね。そうなんですよね。先代の GLA からすると結構、ね、値段も高くなってますし、はいはい、車高も高くなってますし、はいはい、あの先代って車の形もなんかオールロードというか、はい、あのハッチバック少し車高上げましたみたいな感じですけど、うん、はいはい、この方からずいぶん SUV らしくなりますよね。そうですね、はい、だからその先も少し見据えてるのかなっていうのはちょっと感じました、はいはい、あと装備的なものに関しては、まあ快適装備もそうですし、はい、特にその安全装備に関しては、うん、メルセデスってそのグレードによるその差がというか、はいはい、差があんまりないようになってるんですよ、うん、なんで基本的にインテリジェントセーフティーなんかは、はい、まあ、フルフルでついてますし360度のカメラなんかもついてると、はいはい、そして早速横に回っていきましょうか、はい、横に関しては、4号なんで20ミリダウンということで、はい、少しだけ車高が下がってる、はい、ただあの車のスタイリングとかに関しては基本的に AMG パッケージと同じなんですよね、はいはい、と言っても、うん、日本だとこの GLA のグレード体系が、うん、まさかの3グレードしかないということで、うん、そうですね、200のディーゼルか、はい、3号か、はい、4号 S しかない、はい、これ本国だとめっちゃいっぱいあるの知ってます小島さん。さっきねちょっとちらっと言ってましたもんね、はい、まずですねディーゼルでも、はい、180、200、220、はい、3グレードあります、はい、そしてガソリンでも180、200、250、うん、3グレードあります、はい、そして AMG も3号、4号、4号 S と3種類あるということで、はい、だからもうものすごい絞られて日本に入ってきちゃってるその差は何なんでしょうね。わからないです。なんかその牛丼のさなんかの上に乗せるトッピングみたいなそんな感じなのかなだいぶ絞られて日本仕様だけ3種類ぐらいしかない漏れなくガソリン車欲しいとなると、うん、もう MG しか選択できない、はいはい、で他の、普通の A45 なんかと違って、うん、まあ、ベースの、うん、モデルとかなり近くて、はい、AMG になったからといってすごくワイドになったりとかっていうのもなく、はい、基本的にはスポーツパッケージ、はい、AMG ラインと同じフェンダーということで全部なんかも変わらないってこと、うん、そしてあとホイールこれ良くないですか、はい、これねいいですよね。あの仙台 G クラスの63っぽいなと思ったんです。そうなんですよ、はい、思いましたよね、はい、なんかこの5本というか2本2本のスポーク、はい、ちょっと星型というか、はい、
最近なんかみんなここ厚く取るじゃないですか、はい、AMG、はいはい、それはそれでいいんですけど、はい、あんまりにもこう車種が増えると、はい、またそれかっていう感じするじゃないですか、で逆にめちゃくちゃ新鮮だと思いました。あ、このタイプがですね、はい、これすごくかっこいいなっていう、うん、今回こちらのものがついてると。そしてあとはタイヤの方が、クラスで一番太くなって255/40/20インチということで、これ3号でも19なんですよね、はい、で結構 A45 なんかと比較されるんですけど、うん、まあ、ボディの重さもそうなんですけど、はい、足元が全然違うんですよ。その辺だともちろんまあ車のスタイリングは全然違うんで、うん、タイヤの方も245/35/19ということで、うん、もう全然薄いですし、はい、幅もワンサイズ細いものになってくるということで、はい、この辺乗り味がかなり変わってくるかなと、うん、で足元は割とこの辺の車定番のフロントストラットリアマルチリンクということで、まあ、この辺も乗ってみたいと思います、はい、で足元も AMG の大きいキャリパーと、はいはい、違いを見分けるのはここですよね、3号と。あ、色が違う、はいはい、レッドキャリパーが4号だけになるんですよね、はいはい、そしてショックの方も、AMG ライトコントロールということで、乗り味も調整できるこんな足元になっております。あとフォーマーチェック、これあと、はい、エンジンルームで紹介させていただきますけども、はい、4駆がまあ頭いいんですよね。頭いいです、はい、フロント100リア0、はい、もしくは50:50にできるようなシステムは、はい、まあまあそこまでだとあるあるじゃないですか、うん、左右に関しても100:0で、うん、あのこなせるようなデフが入ってるってことなんで、はい、あらゆる路面を、はいはい、トラクションをかけられる4駆のシステムになっているということです、はい、そしてあとはこのスタイリング、これ一番もしかしたらちょうどいいかなって思いました。サイズ感的にですか。サイズ感的に、はいはい、特に都内だと、一応寸法の方をご紹介させていただくと、全長の方が4440、全幅の方が1850ですよ、はい、で全高の方が1585ということで、20ミリダウンされている関係で、はい、まあ、他のモデルより当然20ミリ下がっているということ、はい、で地上高に関しても160ミリあるんで、まあ、割といろんな路面、ただいわゆる四駆の車よりかは全然車高低いですよね、やっぱり、うん、あとは室内空間気になるじゃないですか、はい、あの仙台よりだいぶ室内空間改善されてるらしいですね。びっくりしました してますね、はい、まあ、もちろん上にはでっかくなってますけど、うん、なんかその足元もね、そうそうそう、全然違いますね。こうなってるイメージってあんまなかったじゃないですか、はいはい、資料見たら、うん、後ろなんかすごく広くなってるということで、うん、この後内装で見てみたいと思います、はい、そして4本通しなんで後ろも255/40、このスポコン6、あのサイズの表記でかすぎないですか。あ、これね、でもね、最近ね、やっぱりね、目悪くなったんで、はい、サイズお客さんに聞かれるじゃないですか、はい、タイヤサイズ。まあ見えない。ミシュランなんかもう探さなくてそれぐらい。俺ちっちゃいですけど。携帯で明るく電気つけてやっとこう見える感じなんで。あ、じゃあこれ小島さんにも優しい。優しいですね。はい。スポコン6が装着されてございます。かっこいいかね、かっこ悪いかね、それはね。かっこいいかって言ったらちょっと、ね、分かんないですけど、はい。そして後ろに関してはトランクスポイラーがついてて、うん、あとは今時なテールランプ、うん、この辺衣装が全部統一されてるじゃないですか、はい、ルーフスポイラーもそうだし、うん、このテールランプもそうだし、あとはバンパーなんかは当然車の形が違うんで違いますけど、うん、カッターなんかはこのパフォーマンスのエキゾーストバルブ付きのもの、うん、この辺なんかも衣装が統一されてるんで、まあ、非常にまとまりもあって、はい、スタイリングもいいのかなと思います。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、もうここまで来て恐縮なんですけど、はい、もうこの手の車全部ついてるんで、はい、リアクションがないんです。何が足で開くやつもうみんなついてるじゃないですか、はいはい、でも機能的なものも全部ついてるじゃないですか、はい、うわこれついてるんですかっていうのはないっていう、申し訳ございません。優秀すぎるんです。何台今まで取ってきたのかな。あの4号3号は相当数取りました ね。いやそれだけ人気があるっていうところだよ ね、多分ね。でまた気になってる方も多いようで、やっぱり検索なんかでもかなり上位に来たりすることが多いんで、はいはい、うん、まあ、この辺皆さん知りたいところの、はい、そしてトランクの方は425リッターということで、うん、あの小島さん今ゴルフバッグを用意されてるんですけども、はい、私あのカタログを先に見てしまいまして、はい、カタログにもう思いっきりトランクに、はい、あのゴルフバッグが、はい、シートを倒さずに2個入ってる絵が、はい、ボンボンって。え、これで入るの。いや入ってましたね。もしかしたらもうちょっとこのシートを前にやってるのかもしれない、うん、後席の方が140ミリ前後できるんで、はい、もしかしたらそこで逃がしてるのかなと。今ちょっと両方やりますね。前にカタログお持ちの方だと、ああ見た見たって多分言われるんじゃないかなと。今一番前にしました。そうするとこう重ねてこのトノカバー取ると2個ゴルフバッグが入るという、うん、はい、
そのそこまでやったら外しますか。これ一番小さいセグメントというかあのシリーズで一番小さいシリーズでこれだいぶ優秀じゃないですか。優秀ですね。一応でもこの前にやった時のちょっと後部座席の詰め具合見てもらった方がいいかもしれないです。乗れないです。で前に大人私の背168が乗ってギリギリのラインここです。どうですか後ろ。だから140ミリフルで前にやっちゃうと、うん、後席はだいぶ犠牲になりますよね、はい、その代わりゴルフバッグが2つ詰めるってことで、うん、2人で行くときにはねいいかもしれないですね。だそしたらでもこの424の背もたれを倒してもらった方がいいかなっていう、うんまあ、この辺、まあ、なんとなくのサイズ感と利便性が、お分かりいただけるといいんじゃないかなと、うん、そしてリアシートの方を倒すとマックス1420リッターということで、はい、もう何でもできますねキャンプから。まあでもここにスペースが、はい、こうになるんだね。ちょっと間が空いちゃうんですね。そうそうそう。でももうさ紹介し尽くしてるからさこういうところを紹介する、ね、細かいところをねちょっと皆さんに見ていただければ、はい、車内大掃除するとそこから結構子供のものとか出てくるやつですね。本当に土はあれでしょ、はい、そういうので奥さんに見られていけないものがいっぱい出てくるでしょ。それはないです。あ、そう、はい、鉱石使わないんで。あ、本当にそういう問題じゃないですか。まあこんな感じになってと、はい、そしてこの下には一応サブウーファーとパンク修理キットがスピーカーの方が10スピーカーになるんで、まあ、サブウーファーがこちらもついてくると。そしてあとはまあ車載工具ちょろっとあとはネットと、パンク修理キットっていう感じですかね、はい、こんな感じになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装の前にキーが、はい、あの4号3号いいなと思うのはこの黒い鍵なんですよ、ね、はい、これ黒いのって今のところ4号3号だけですよね。だけですね、はい、63とかは普通のシルバー。シルバーですね、はい、これいいなと思っちゃう、はい。そして内装の方はご覧ください。もうパフォーマンスのエキゾーストの時点でお気づきの方も多いと思うんですけれども、パフォーマンスパッケージが入ってるんでまずこのパフォーマンスシート、これがいいんですよね。レカロ製のこちらのシートが入ってございます、はい、そして当然ステアリングなんかもパフォーマンスのステアリングになっている。これがナッパレザーとダイナミカですかね、はい、こちらのタイプ。あとは他のクラスにもつながるこのデュアルディスプレイというかディスプレイ2枚つながった、はい、ちょっと小ぶりになりますけど、はい、こちらのタイプの、メーターになっていると。あとダッシュボードなんかは他の、A クラスというか A シリーズというか、はい、と共通性を持たした、割とこれ何て言うんですか、素材感に関してはこうむちゃくちゃ高級かっていうとそうじゃないですけどデザインすごいいいと思うんですよね。いいですね、はい、そしてこのカーボン調のパネルもついてますので、はい、まあ、非常にレーシーであるかなと。で当然の、MBUX だったりのその辺の機能もフルフルでついてございます、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。このグラスにしては開口部かなり大きいんでこれ多分3号でも同じこと言ってると思うんですけど、はい、乗りやすいですよ、はい、でここに関してはちょっと段差はあるのかなと、うん、はい、ただ開口部が広いんでかなり乗りやすいです。そしてシートは当然ポジションを少し高めなんですけれども、あ、ごめんなさい、こっちか、こんな感じで、はい、標準の調整プラスこの中に入れば、はいはい、もう少し細かく調整できるタイプになってます。そしてオンにするともうこの辺ももう同じ目ですよね、はい、で3号4号で違うのがモードがレースが追加されているということで、はい、スポーツスポーツプラスレースまであるということで、はい、ここにね、はい、ここ出ます。まあ、よりもうそのまんますよね。より走りが強調されてる、まあ、当然馬力もこれだけ出てますからね。トルクがやばいですよねこの車は。そうですね、はい、だからトルクに関しては、うん、物申したいところがあるので。あ、本当に？それは試乗の時にお伝えしたいと思います、はいはい、そして今回の車は4000キロということでこの制度上のところも全然擦れてないってこと、うん、すぐテカテカになっちゃうんですよね。そうですね、ちょっとお手入れは気をつけていただいた方がいいのかなと、はい、あとは今回フル装備なんでアドバンストパッケージということで、はい、ヘッドアップディスプレイも当然ついてますし、はい、あとはこの辺はもういいですかね、説明不要ですかね、うん、あと結構ね、はい、皆さん見落としがちなスピーカーなんですよこれ。はい、10スピーカーになるんですよね。そしてあとはシートせっかくなんでちょっとやっておきますか。この中に入っていただければこんな感じで横ですね、ここ、はい、
ど今動いてます背中から横からめっちゃ出てくるんですよねこれ、はい、からいろいろこの辺があとサイドボルスターなんかもこの辺でじゃあ小島さんの方を出しちゃいますね出してああ来たね、はい、ここは横は今横がこう、はい、こう来てますねこの辺で細かく調整できると、はいはい、そしてあとははい子供だなと思ってこのそんななってから待ってください戻しておきますよ、はい、失礼しましたはい OK ですはいあとは置くだけ充電、はい、もしっかりついててドリンクホルダーもついてて、はい、いもうね珍しいオプションですよ置くだけ充電最近あの半導体不足についてないの多いんですよね、はいはいはい、ついてないのであの僕その半導体車に全然関係ないんですけど、はい、半導体解説みたいな動画が YouTube であって見たんですよ、うんうん、なんで車の半導体ってずっと不足してるのかって言ったら、うんあの半導体の中の優先順位がめちゃくちゃ低いらしいですよ、うん、あ結局スマホとかタブレットとか、ね、あっちの方の方が圧倒的な台数っていうかその部品数が必要で、うん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 、車の需要って1割ぐらいらしいですよ、うん、あそうなんだだからいくらこう半導体がこう回復してても、うん、製造が回復してても、うん、あの後回しになっちゃうんで、はいはい、いつまでたってもこう供給が追いつかない追いつかないっていうことみたいです、はい、だからその辺もしっかりついてくるとだいたいナビもあれですもんねあの4号標準ですけど、はい、あの200とあと3号に関してはナビパッケージつけないついてもらえますよね、うんうんうん、この辺なんかもしっかりついてますだ4号その辺ではその辺で言うと装備かなりいいのは、うん、かなりいいかなとそして、はい、すごい YouTube 見てるね見てます話をぶった切らないでくださいあすいませんそしてアームレストの中は結構深めで、はい、USB が 2K とこの味でついております、うんそしてグローブボックスもはい、はい、ここになんですあ痛い痛い奥行きないです奥行きないです、はい、奥行きはないですはいでもその素材感に関してはやっぱりこう、はい、なんていうんですか決してすごくお金かかってる感じじゃないですけど、はい、ちゃんとこの辺なんかも、はい、ゆっくり開くじゃないですか、ねはいはい、でこの間名古屋店で、うんシェルビーの GT500、はい撮影させてもらったんですよバインだったバインだね、はいはい、だその辺はやっぱりちゃんと考えられてるんだなって感じがします、はい、いやでもここをちょっとメーカーのあれが出るよね、はい、バインって出ちゃうとねちゃんとそこもゆっくり開くと、はい、素材感に関しては決してお金かかってないんですよ、うん、そしてピラーに関してはこの黒のファブリック、はい、バイザーに関してもこのビニールのって、はいところどころこう、うん、素材に関しては割とコスト省いてるんだなっていうのを感じます、はい、そして今回サルフも当然フルオプションですからついてきてて、うん、パノラマ力ね、はい、こんな感じで、はい、あとであれですねツッチーがこの車はどこにお金がかかってるのかっていうのをちょっとレビューしてもらいたいですねわかりました検証しますはい、はい、だって1000万円に届こうかっていう車ですよ、うん、こんな感じこんな感じですか、はい、あとはもうペダルとかに関してはもうこの辺の車ですから、うん、もう全くそしてフットレストも割とスペースがあるんで、うん、プレートは正直欲しかったかなと思いました、うん、結構やっぱりこのシリーズ紹介してるじゃないですかあえてダメなところはどこですかそれは後ろで紹介したいと思いますわかりました、はいはい、フロントはこんな感じになっています、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います後ろが、これ仙台比でだいぶ広くなってるということで、はい、この辺が効いてるのかなとちなみにレッグスペースに関しては116ミリ拡大しているそうですちょっと先ほど僕下見で乗らせていただいたんですけどすっごい広いですね言ったら、ちょうど商品車である Q3 より全然広いです足元に関しては、うん、ただ装備に関してはそんなにズバ抜けたものはないのかなと、うんエアコンに関しても当然吹き出しだけですし、うんあとは USB がついててこれですね 1K とアームレストに関しても割とこう簡易的なドリンクだけついてるタイプ、うん、ただシートに関しては前後そのスライドできる 140mm スライドできるのとあとはリクライニングが7段階で言えてないですねリクライニングが7段階どうしたんですか大丈夫ですか大丈夫ですよリクライニングが 7段階でできるんで一番リクライニングすると、まあ、割と今ここは一番やってますね、はい、で天井のスペースに関してもゆったり、はい、だこれすごい優秀だなと思ったんですこのスペースに関しては、はい、いやすごいいいですよシートも腰もしっかりフィットしますし若干クッション硬いかなと思いましたけどね、うん、硬いですね、はいでも別に
あれですね、うん、いいと思います。で僕先ほどフロントで言った、はい、あの物申したいポイントに関しては、はいはい、あの3号の時は全く思わなかったんですけど、うん、今回4号に改めて乗って、うん、特に1000万円近いっていう、こう、うん、事前情報を得てから後ろ乗ったんですよ、うんうん、あの窓枠のボディカラーが見えちゃうのがすっごいあの残念に思っちゃったんですよ。あ、ここ？はい、あと前、ここ。ここ？はい。これあの他のメーカーだとカバーついてるんですよ。ここね。はい。なんか室内からボディの外装色が見えちゃうと、いやミラーとかで見えるんだったらいいですよ、うん、ダイレクトになんかボディ色が見えちゃうとちょっと残念な感じしません？言われないと分かんないわ。ちなみに Q3 とかはちゃんとカバーがついてるんですよ、プラスチックの。これでボディから黒だったのは目立たない、目立たないかもしれないですね。白特になんか目立っちゃったなって思いました。車内に白がないですからね。あとは全体的な質感に関しても、うん、ドアとかも少しこうやっぱり1000万円っていう先入観があると、うんうん、このとってもそうだし、全体的にこう質感に関しても、うん、でもそこじゃないんですよね、お金かけて。やっぱり試乗しよう、今から試乗しましょう。それで多分その、はい、1000万のそうですねレビューをちょっとしてもらって、だからなんかこのついてる装備が豪華すぎて、はい、あの少し惑わされちゃいますけど、うん、やってることはこれ GT500 と一緒なのかなと思いました。お金かけてる、はいはいはい、もうエンジン、足回り、ブレーキ、うんまあ、そういうところで。内装に関しては正直そんなに200とかと大差ない。で、ここ、まあ、もちろんレザーとかいいの使ってるでしょうし、シートに関してはパフォーマンスのシートになってますけれども、そこかなと。初めて言われた、ここ。多分気になったら気になるっていう人は意外に多いんじゃないかなと思うんですよね、うん、ちょっとこれなんか他の車種でも見てみたいポイントになっちゃったなこんな感じのリアシートになってます。じゃ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、お願いします。はい、ここもあの何度もご紹介させていただいてるんで、はいまあ、繰り返しになりますけれども、はい、名機と言っても過言でない M139、はい、2リッター直四ターボ、はい、421馬力ということで、はい、なんとこれリッター200馬力超えですよ、うん、だからこれ単純に4リッターになったら800馬力級のとんでもないチューニングエンジンが積まれているということ で、はい、トルクの方が500ニュートン、はい、これこれ市場でもうちょっと掘り下げますけども、はい、5000回転から5250回転でピークトルクを迎えるような、はい、だから ものすごいハイブーストの、はい、でちなみに日本だと設定がないんですけど、本国だと4号の設定があって、それだと387馬力なんですよ。でそこから、それが 1.9ブーストが 1.9 なんですけど、こちらの場合 2.1 ということで、はい、さらにそこからブーストを上げてあると、うん、で基本的に3号までは既存のエンジンのチューニング版、はい、で4号のエンジンに関してはブロックかな、もう新設計ということ で、はいはい、で当然 AMG のワンマンワンエンジンに倣って職人さんが組み上げたエンジン、あと3号とエンジンがひっくり返しになるんですよね。そうですね、タービンが3号だと前なんですけど4号だと後ろになって、はいはい、まあ、その分、まあ、水オイルプラスエアーで冷却するようなシステムになっているということです、はい、だからこの辺がだから多分オープンかクローズかってやつですよね、冷却が。そういうことなんですか。そうです、そうです、そうです。だから確かに僕が聞いてるのは3号よりもやっぱ4号の方が全然冷やし気温がすごいっていうのは聞いてますね、はい、まあ、冷却なんかもすごい考えられて、はい、このサイズのタービンですからね。そうですね、はい、そして組み合わせるミッションの方が発足オートマということ でスペック的なものは0-100 4.3秒、マックス270キロということで、270キロで飛んでいく一番コンパクトな SUV ですよどうかしてます。そうですね、でこれちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、そして今小島さんが教えてくれました。あ、そうですか。一応3号だとこの前お客さんにご納車させていただいた時にボンネットめちゃめちゃ熱くなるんだけどって言って、まあ、さっき の冷却の話じゃないですか、めっちゃ熱くなるんですよ。これタービンがここについてるかここについてるか、そうそうそう、その違いなんです。先代のミニがここにタービンついてて、はい、もう夏場開けられない、開けられないです。あれと同じ現象が起きる、はい、起きると思います。これ塗装とかもなんかゆくゆく影響が出ないですかね。いや、それはさすがにメルセデスだから大丈夫ですかね。大丈夫じゃないですか。いや、ミニとかだとストライプが、うん、もうみんなダメになっちゃうんですね。まあまあ、そうそうそうね、スタイプはでもダメだと思うけど、でも本当に熱々で触れない。熱々です。この前自分でやったんだけど、いや大丈夫じゃないですかなんてやって触ったんだけど、本当熱いわと思っ
ったんですけど、そこでちょっと言えないじゃないですか。確かにちょっとであのタオル持ってきてあげたんですけど、そんな違いも産後用語であるみたいです、はい、あります、はい、続いて遠から見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。参りましょう。いきます。知ってます？はい、 MBUX、はい、あるじゃないですか。はい、ハイメルセデスじゃないですか、うん、本国だと、うん、ヘイメルセデスなんですよ。それどっちもどっちどっちでもいいんじゃないの。日本仕様だけハイメルセデスらしいですよ。ヘイメルセデス聞くんじゃないの。まあ、聞きますよ。聞くよね。はい、裏当ての鍋さんが、うん、ホーイメルセデスとかつって動いてましたよ、ほら、うん、本当だ。まあ、何でもいいんですよね。メルセデスって言えばいいんでしょ。そうです。もう一度お話ください。いや、大丈夫です。今はお手伝いできません。はい、そんな小声でも聞くんだ、すごいね。はい、メルセデス、どうぞお話ください。大宮駅まで案内して。これすごいですよね。だから最近なんかまともにあの検索とか、うん、あの Google マップの検索とかも音声使います？小島さん使わない。使わないですか？ナビ使わないもんね。ああ、そっか。僕らあの車の移動めっちゃ多いじゃないですか、うんうん、だからすごい使うんですけど、うん、あの普通に使いますよ、うん、だからさ、あのあれだよね、今度からさ納車の時にさ、はい、説明するじゃないですか、はい、僕たち、あのはい、ミレセデスで聞いてくださいっていう時代が来るかもしれないね。そうですね。納車の説明とかね。いや、説明書もだって車の中でもうナビで見れますからね、うん、じゃあ参りましょう。3号、4号、あとはハッチバックの4号、うん、いや、僕はどれを買うべきかも、ね、買うべきかと、はい、あとはこの新車価格1000万近くの車は、はい、どこにこれはお金がかけている車かっていうのを土レビューで。え、車軽いっすね、これ。軽いですか。今ちなみにシフトはコンフォートでいきましょう。コンフォートでいきましょう。コンフォートでいきましょう。標準というか、あの普通のハッチバックの A45 よりかも、はい、150キロぐらい、180キロぐらいでしたっけ。はい、130キロと、はい、130キロ重たいんですよね、はい、で当然ホイールも大きいしタイヤも大きいし、バネ下も重くなってるわけじゃないですか。もっとなんかどっしりした車の動きするのかなと思ったら、はい、意外に車軽い。軽い。ちなみになんですけど、まあ、茶席も話しましたけど、はい、よくボンドチャンネルを見ていただいているお客様で、はい、A45S エディション1納車をさせていただいたお客様が、はい、GLA45 も乗ってらっしゃると。なるほど。両方乗ってらっしゃって車、はい、やっぱ全然4号2台持ちってすごいですよね。2台持ち、そうそう、車全然違うよって感想をいただきましたので。あ、なるほど、はい、リアルに乗り比べてる方ですね。そうですね、はい、確かに。でもその視点が高い分と、うん、まあ、あとはそのバネ下が重い分と、うん、ボディが130キロ、うん、重かったらだいぶ違うかもしれない、うん、走りは。だ、正直3号でいいかなと思っちゃって。3号で価格差だって200万円近いんですよね、うん、新車の価格差、うん、もっととんがりたかったら、うん、SUV の形してる必要ないのかなと思いました、うん、だいいとこで、うん、いいとこ取りしたい人は、うん、あの GLA すっごいいいと思うんですけど、
そこまで求めてない方だったら、うん、200万円のアドバンテージ結構でっかいんじゃないかなと思ってます、うんうん、でもやっぱりその僕たちその販売に携わってるじゃないですか、はい、やっぱり3号と4号どっちがいいのってなるわけですよ、はい、僕やっぱり車屋さんからすれば3号買っていただいて必ず4号買い欲しくなるんですよ。あ、なので3号買っていただいて4号っていうのはちょっとやらしい言い方じゃないですけど、はい、そうするんですけど、でも必ず、はい、まあ、お客さんのもちろんタイプとか乗ってる車によってチョイスしますけど、はいはい、大概うちに来るお客様って、はい、結構その車好きで結構ハイスペックな方好きなのが多いんで、はいはいはい、絶対4号になりますよって言って、うん、で4号を勧めるますね。だから世間一般的に見たらツッチーみたいに3号でいいんじゃねえのっていう、だからやっぱりその乗ってる何ですかね、今まで乗ってきた車と何を求めてるかで違うのかなと思いますけど、ね、確かに、まあ、3号みたいに使えますしね、うん、4号でも実際その今の市場ってさっきの、はい、今ちょっと市場がバカになってるっていうわけじゃないですけど、はい、いい意味で200万の差って、はい、下取りで全然ペイできちゃうんですよね。ああなるほど、うん、そういうのも考え出すとじゃあ、うん、4号の魅力はだいぶあるかもしれないですね、うんうん、そして乗った感じはコンフォートでも割と硬いです、うん、硬いですか、はい、しっかりしてます。でも全然乗れます、ね、でもこれでもレビューする人によって全然硬さ違うよね。硬いっていう人もいるし、硬、はい、くないっていう人もいるし、しっかりしてます硬いっていうより、うん、突き上げはそんなないですけど、でもそんなに、はい、路面接地面ぴったり来てる感じはしないですよね、はい、やっぱちょっと SUV っていうかダンピングありますね、はいはい、あとブレーキはめっちゃ効きますね、うん、車軽い、軽いからかな車、割とこう動くよね。だからスポーツにちょっと してます、はい、します。スポーツプラスでいいですか、一気に、はい、一気に、はい、じゃあスポーツプラス、もう明らかにアイドルアップもして、うん、うるさくなって、うん、はい、ステアリングも重くなってんのかな、スポーティー。あとはレビューでいろいろ買ってあったんですけど、うん、トルクのピークトルクが出るのが5000から5250なんですよ、うんうん、若干スペック中なところあるかもしれないですけど、うんうん、やっぱりそこってちっちゃいエンジンでこう、うん、半ば強引にパワー出してるところなのかな、うんうん、だからどこからでもトルクがフラットに出るというよりかはピークのところがもうちょっと上に持ってってある、うんうん、割とミッションが忙しいって書いてあるのが多かったです、うんうん、だから今みたいにちょっと踏み込んでもすぐシフトダウンして、うんうんはい、だやっぱりこの辺は大排気量の車みたいにアクセルレスポンスだけでこうグッて車を前に進むよりかは、うん、なんかもうすぐギアが変わってっていう感じ、うん、だいぶスポーティーですね車、やっぱりスポーツプラスにすると、うん、車の形もっと SUV っぽくなったんで、うん、もっと SUV っぽい動きもするのかなと思ったら、うん、全然。楽しいですねこれ。これはですね、3号と別の乗り物です。別ですね、はいはい、ちょもう一周しておきますか、ちょっといいですか、どうぞこれは完全に別の乗り物ですね、うん、持て余します。持て余す、はい、これを使い切るってよっぽど狂った運転しないと無理だと思いますよ、うん、だからもうでもやっぱりさ、はい、悪い意味で慣れちゃってるよね、さっきの加速、まあ、さっきの加速、普通の加速じゃないね、普通の加速じゃないですよ全然、うん、おーってなんか言わなかった僕たち、ちょっとなんかなんか分かりづらい、伝わりづらいなと思っちゃって今。いやだいぶ早いっすよ。そうそう、言ったらミニのクロスオーバーぐらいのサイズで、うん、はい、420馬力で出てて、うん、そう1000万円するんですよ、うん、いかにこれが狂ったパッケージかっていう、そう、うん、ねえ名古屋店のあのさ、はい、コブラだっけ、はい、GT500 ですか、 GT500、 そうあれよかった、あれはもう本当にエンジンと駆動、まあ要はその足回りぐらいしかお金かかってないですもん、うんうん、
シートもだって手動っすよ、うん、そういうの乗っちゃうからさっきの加速でもうスッて入り込めちゃいますけど、はい、普通の人だったらもういやいや相当速いですよ相当速いですよ、はい、それをちょっとあえて付け加えさせてもらってで AMG スピードシフトは相変わらずめちゃめちゃレスポンスがいいです、うんうんき結構忙しいですねやっぱり、うん、でもこれぐらい忙しい方がなんかあれじゃないの操ってる感っていうかああそうですね、うん、乗ってる感はハッチじゃないけど、うん、そういう感じありますでもその A45 と感覚、はいまあ、今乗り比べてないんでなかなか分かりづらいかもしれないですけど違いますよね全然多分僕の記憶が正しければ、うん、もっと A45 ピタッてきてますもんね硬いというか硬いというかもっとスパルタンスパルタンだよねこれだいぶ乗用車ライクになってますね、うん、だそれでも狂ってますけどね、うん、だから多分、はい、この車をチョイスするオーナー層っていうのはやっぱり家族で乗る奥さんが普段買い物に乗ってはい休みの日は一人でちょっとゴルフ行ったりするときには使うっていうこれだから日常の足としてはもう最高じゃないですか最高でねで駐車場都内とかまあ、うん、都内っていうかまあねそういうところでも選ばないじゃないですか、うん、駐車環境とかも、うん、高さで引っかかっちゃうかもしれないけど幅の185はクリアしますからねそうですね、うん、で高さもそんな高くないですよね、うん、めちゃくちゃ高いわけじゃないだからあんまり古い、はい立中だと入んないかもしれないですけどきっちりアイドリングアイドリングストップするしそうですねだからお金はそこにかかってますねエンジンと、うん、ミッションと足回りと足回り、はい、だもうちょっとしっとり乗りたい人は、うん、やっぱりそのクラスをもうちょっと1個上げてもらった方がいいですね、うんうん、C クラスにしてもらった方がいいですね、はい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 、しっとりというとだもうちょっとなんか車の動きもそうだし、うんうんうん、この遮音性もそうだし、うんうんはい、でもやっぱりそのなんていうか本来その GLA が出た時のメルセデスの車の位置づけっていうのは崩してないですよねだからそう考えるとまあそうっすね、うん、A クラスもまあですただここはちょっとせめて黒いカッティングはまだ言うまだ言ういや前はまだいいっすよちょっとまだ言う後ろのこの B ピラーのとこ見えすぎじゃないですかボディから一回気になっちゃったら気になっちゃうんですよもういや結構そのカメラ回ってないとこでも言ったんですけど、うん、国産車でもここステッカー貼ってる車結構あるじゃないですか、うんうん、ここ見えるとこだけ、うん、マットブラックにここステッカー貼りたいっすここだけツッチーが思ってるほどにツッチーの言葉って影響力あるんですよいやでもいいじゃないですかここで貼る、ね、めちゃくちゃ大変なわけじゃないから、うん、とんでもないことやりましょうって言ってるわけじゃないから、ね、いやここ貼るだけでだいぶ車内の高級感変わってくると思ういやだからみんなそのお客さんがそう共感していただいて作業をいただくじゃないですか、はい、だからすごいいいことだと思うんですよでまあねあの一部社員にはちょっとね仕事を増やさないといけないですか細かい仕事を増やさないといけないですかでもねそれもちゃんとしてね、うん、いただいてる仕事なんでそれはいいと思いますけどそれみんな冗談で言ってるんですけどね余計なことっていう感じででもこれ内側だったら見えるとこだけだから別にその、うん、この切り欠きがここにあってもそんな多分気にならないと思います、うん、いやでも外だと綺麗に貼らないとじゃないですか、うん、次継ぎ目も分かんないようにいやでもこれ、ま、本当に作業であのもしお客さんからお話いただいて、はい、作業のスタッフに言うじゃないですか、はい、えそんなの誰が言ったのって絶対になられて僕です、はい、僕ですいや絶対気になるっていう人いると思いますよ、うん、ツッチーパフォーマンスパックみたいな感じですよ、はい、なんかさじゃあここのラッピングラッピングの名前がついてたそうだラッピングパッケージ、うんはい、で今コンフォートに戻したんですけど、うん、コンフォートに戻せば全然あの扱いにくさないっすないね、はい、普通になんかいいよねでエンジンもだからちょっとその高ハイブーストの高回転なエンジンだけど、うん、まあミッション頭いいんで、うんどんどんシフトアップしてどんどんシフトダウンしていく感じですけど、うん、全然街乗りもじゃあやっぱり最後にボンド的にこの車をいじるとしたら、はい、へえそこはタイホイールじゃないですかあ、いやいやいや
ローダウンしなくていいですけど、スペーサーもうちょっとこう合わせたいですよね。合わせたい、うん、ホイールかっこいいんで、はい、スペーサーで面ぐらいでいいんじゃないですか、うん、ブラックアウトとかはあんまり、ブラックアウトもしてもいいですけど、うん、あの加減が難しいですね、うん、止まんなくなっちゃうですよね、うん、他が気になるじゃないですか、うんうん、じゃあツッチパフォーマンスパックですね。僕のルーンだったらスペーサー入れてここ黒くここする感じで、ここマットブラックでラッピングします、うんうん、ということでした、はい、よろしくお願いします別に動画見たとかって言って得点はないんですけどいやでもいい車ですね、はい、本当にでも圧倒的に僕の中ではあのトータルバランスで言ったらやっぱり3号だな、うん、200万円近い価格差はでかいなと思ったけど、うんうん、乗るとやっぱりしっかりその200万円分お金かかってますよね、うん、で小島さんおっしゃったように、うん、その、まあ、リセールなんかそういうトータルで見ると意外にそんなに差がないのかなっていう、うん、確かに思いました、うん、そこはやっぱりお客様のカーライフでちょっと判断してもらえればって感じですね。あとはいい意味で日本だとそのもうパッケージが 200D でしたっけ、うん、と3号4号しかないんで、うん、まあ、選択肢が狭められてるっていうのは逆にそこはいいのかな、うん、そうですね。だからやっぱりオプション、うちも今回言いましたけどサンルーフ、パフォーマンス、アドバンス、この3点のオプションは絶対フルオプションじゃないですか、もう、うん、それはあのついてる車を選んだ方がいいです。はい、まあ、一切あの車の機能には触れてないんですけど、まあ、フル装備ですからね、そうね、はい、この辺に関してはそこはね、また、まあ、この辺は紹介してる動画いっぱいあるんで、そうですね、はい、はい、例えば全部ついてるんで大丈夫かと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけれども、はい、まだあれですか、新車滞ってる感じですか、まあ、車種によってだと、車種によってだと思いますね、はい、じゃあ買い取りチャンスな感じです。チャンスです。頑張れちゃうわけですねいつでも、はい、エブリデイ頑張ってます。エブリデイ頑張ってエブリデイ頑張ってます。あわよくばあの動画を撮らせていただけると、はい、あ買い取りのね、はい、面白出張買い取り、面白ねかなりねちょっとハードル上げてきてますね。あ、本当ですか。はい、ちょっとあのね、シリーズ化してお届けしたいと思います。ぜひ、ね、はい、ぜひ買い取りの方もよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はメルセデス AMG GLA 45フォーマチックプラスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。